マーシャル宇宙飛行センターは、アメリカ合衆国政府の分管によって運営される、ロケットおよび宇宙機の推進方法に関する調査機関である。もともとは、NASA の一部局であったが、今日では、スペースシャトルの推進機および外部燃料タンク、搭載物またそれに関連する乗組員の訓練、国際宇宙ステーションの設計および機器の運営、コンピューターネットワーク、 情報などの管理を行う中心機関となっている。所在地はアラバマ州ハンツビルのレッドストーン兵器省内。マーシャルの名はアメリカ合衆国陸軍元水のジョージ・マーシャルにちなんで付けられた。施設にはシャトルの発射、搭載物及びケネディ宇宙センターにおける科学実験、ISS の発射及び実験操作などを支援する。 ハンツビル運営支援センターも含まれている。ホスクはまた、マーシャル宇宙飛行センターの搭載物が、ケープカナベラル空軍基地から発射される、際の監視も行っている。1960年1月1日、陸軍から NASA への継承式典の、模様マーシャル宇宙飛行センターは、アメリカ陸軍弾道ミサイル局及び、レッドストーン兵器省に中数部を置く。 陸軍造兵局ミサイル司令部から誕生した。当初は、テキサス州フォートブリスに本拠を構えていたが、後にウェルナー・フォン・ブラウン博士の率いる研究者チームに、導かれレッドストーン兵器省に移転した。宇宙開発計画の軍から民への移行は、アイゼンハワー大統領が1960年1月1日に、アメリカ航空宇宙局の創設を表明したことにより、実現した。 マーシャルの名はこの時に命名され、同時に大統領からブロンズ製の胸像が贈呈された。以後、MSFC はフォン・ブラウン及び彼の研究者グループによる宇宙計画のための文民基地となり、また軍及び民間の契約者たちを投業するための中心地ともなった。MSFC が開発したスペースシャトルの液体燃料ロケット及び、 固体燃料ロケットやデルタシリーズなどの現行のロケットは人工衛星や火星探査機の発射などのために使用された。2006年 MSFC の探査用ロケット開発局は老朽化したシャトルに代わって将来的に人間を突きや火星に送ることを目標にしたアレ r s アレス v オリオム中線などを開発するコンステレーション計画を開始した。 開発計画全体は、テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターが管理し、MSFC は搭乗員搬送用のアレスアお及び、搭載物輸送用のアレスブイロケットの開発及び、試験を担当することになった。さらに、MSFC は、NASA と協力して、有人探査に先駆けて、月面無人探査機の研究開発を行う、予定であった。 飛行士を月面に着陸させ、かつ安全に帰還させる、アルテール月着陸船設計の部局は当初は MSFC に設置される予定であったが、開発担当にはジョンソン宇宙センターが指名された。ロケットエンジンの燃焼試験台も含め、初期の宇宙計画に関する多数の遺品や記念品は、センターの周辺で見ることができる。MSFC の歴史に関わるものは、 最寄りの合衆国宇宙、ロケットセンターに展示されている。ありがとうございます。